浜ゆっこです。秀樹です。今日は楽天モバイルのキャンペーンについてお話ししますの巻。はい、今日はプチお得情報です。楽天モバイルショップが1000店舗突破記念ということで、必ず100ポイントがもらえるキャンペーンを開始しました。もらうためにはツイッターで引用リツイートをする必要がありますので、それをしてもいいという人はこのキャンペーンをサクッとクリアしてしまいましょう。それでは説明をしたいと思います。キャンペーン期間は3月14日9時59分までとなります。で、やることは3つです。まずここにツイッターのアカウントを入力してエントリーしましょう。このページの URL は概要欄に貼っておきます。エントリーしたツイッターのアカウントで楽天モバイルのアカウントをフォローしましょう。楽天モバイルのアカウントはこちらから開けます。最後に本キャンペーンの投稿を引用リツイートしましょう。引用リツイートが嫌な人もいるかもしれないんですけど、やってもいいよっていう人にとってはとっても簡単なキャンペーンになっております。これをするだけで100ポイントが必ずもらえます。ポイントは5月末頃にもらえるみたいです。ないとは思っているんですけど、ここにキャンペーンが途中で終了する場合もあると書いてありますので、キャンペーンに参加しようっていう人は、この動画を見たらパッとやってしまいましょう。もしよかったら今回の動画参考にしてみてください。私はよく使ってるツイッターアカウントとかではやりたくないんですけど、何個か持ってる人がいたらね、これだったらいいかなっていうアカウントでやってみたらいいんじゃないですかね。そうですね、まあ、僕はねたくさん持ってるんで、サブアカウントで早速リツイートしました。はい、というわけで今回は楽天モバイルのキャンペーンについてお話ししました。浜井こと秀樹がお送りしました。ためになった、楽しかったという人は高評価とチャンネル登録お願いします。チャンネル登録するとお得情報をいち早く知ることができますよ。またねー、バイバーイ。バイバーイ。